様の出生の話から順中と話を述べたいと思います。はい、わかりました。さて、龍馬は暗殺されましたけどね、龍馬の物語、皆さん方で何によって一番知られたかと思いますけど、司馬太郎の龍馬が行くという小説だと思います。この龍馬が行くというのはですね、累計では2000万部以上売れているようでございましてね、まあ3軒に1軒か5軒に1軒、5軒に1軒ぐらいは1冊ぐらい司馬太郎の龍馬が行くという本はあるかと思います。全部で4500万ぐらいの、ね、大長編ですね。ああ、そうですか。司馬太郎の全集では3巻、4巻、5巻がね、龍馬行くに当たられております。文庫本では全部で6冊あると思います。したがって読むのはなかなか時間がかかります。全集本は1冊だいたい580ページぐらいで3巻ありますからね。ですからまあ大まかに言うと1800ページぐらいあります。で、これはね、坂本龍馬を英雄化して書いた小説でございますから ね、 そうですね、実際の龍馬とはちょっとずれております。素晴らしい作品ですよ。そうですね、うん、素晴らしい作品でございますけれど、多少粉飾はございます。飾りもございます。飾りにのけた実像の龍馬も素晴らしいんですよ、うん、ですから私は皆さん方に司馬太郎の龍馬の話もいたしますけれど、その龍馬のいわばフィクションを少しずらしてですね、龍馬の実像、これをちょっと皆さん方に覗いていただこうと思います。なるほど。小説の龍馬も素晴らしいんでございますけれど、実際の龍馬も非常に魅力的でございます、うん、そして龍馬はね、筆まめでございましてね、あ、はいはいはい、現在のところ144通の龍馬の書簡が残っております。この書簡は龍馬が書いたものでございますからね。実質ですね。その書簡を読むことによって生の龍馬を感じることができると思いますから、その書簡もですね、皆さん方に時々はご披露して、龍馬がこういう時にこう考えていたということをですね、知っていただきたいと思います。その書簡も素晴らしいですよ、うん、これはね、講談社の学術文庫で出ております、うん、それ以外にもね、2、3のところからね、皇后訳のね、龍馬の手紙というのも出ております、しかしね、皇后訳をつけただけのものをね、これ読みやすいんでございますけどね、生身の龍馬が感じられるんですよ。ああ、なるほどね、うん、現代文に訳しておりますから。そうでしょうね。ですから龍馬の書いた文章をそのまま読んだ方が、あ、そうですか、龍馬が分かりますね。なるほど。そして龍馬はね、決まりきった総論文なんてね、ほとんど書いておりません。5つか2つ書いておりますけどね、あとは現代の公語文で自由自在に書いておりますからね、本当に面白いですね。ああ、これ面白いですね。では時々はね、はい、龍馬の気合もですね、ご紹介しながら龍馬の実像に迫りたいと思います。なるほど。では以後はですね、龍馬の生まれからお話を申し上げます、はいはい、一旦は休憩します。ありがとうございました、はい。